ごきげんよう、あすままです。今回は牛肉とこんにゃくの甘辛炒めです。材料は概要欄にも書いてあります。チャンネル登録もお願いします。味の決め手は高橋商店の和風万能やすまるだし。原材料の椎茸、昆布、いわし、サバ、カツオは国産、愛媛県産のいわし煮干し使用です。四国で一番売れてるだしパックです。水から煮出すパック入りの出汁ですけれども、今回はパックを破った中身を使います。ごま油を引いたフライパンで牛肉を炒めます。今回の牛肉はコストコ購入アメリカ牛肩ロースすき焼き用を使用しました。大きいので4分割してます。牛肉の隣でこんにゃくを炒めます。こんにゃくはスプーンでちぎってます。こんにゃくが肉を硬くする説については諸説あるので、私はちょっとよくわからないんですけれども、分けて炒めた方がお肉が焼きやすいです。そのために広めのフライパンを使っています。牛肉にあらかた火が通ったら、合わせておいたタレとやすまるだしをかけて混ぜます。タレとだしの順番はどちらでも先に混ぜておいてもいいんですけれども、やすまるだし使ってますよアピールで今回は分けました。程よく水分が飛んだらすりごまをかけて出来上がりです。冷めたらお弁当箱に詰めます。この日のメニューは牛肉とこんにゃくの甘辛炒めの他に、さつまいもとりんごの柚子麹甘酒に、酢漬けうずら、焼き鮭、ピンクの梅ごま塩、マンダリンです。今回使用したやすまるだしはインターネットにて注文できます。割引キャンペーン実施中です。初回購入アンケートで、あすままのコストコメモと答えるとお得に購入できますよ。やすまるだしと伊予の味噌を使ったレシピは再生リストにまとめてあります。概要欄のリンクからご覧ください。今後もやすまるだし、伊予の味噌を使ったレシピを投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。